皆さん、こんにちは。旅好きのサンポニアンです。第7回目の今回は、たまたま福岡県の宗像大社に来ているんだにゃ。天照大御神と須佐能の御事の受け入れによって生まれた宗像三女神を祀る宗像大社は、福岡県宗像市に鎮座する海上交通安全に御利益のある歴史ある神社です。宗像大社は沖ノ島の沖津の宮、大島の中津の宮、本土の辺津の宮、三社の総称で、沖ノ島は現在でも立ち入りが厳しく制限され、古代の遺物がたくさん発見されたことから海の正倉院と呼ばれています。中津の宮の鎮座する大島へは、JR 鹿児島本線東郷駅からバスで約25分の郷の港から高速船で15分、フェリーで25分です。大島は、一周約 12km のトレッキングコースが整備され、標高 214m の御岳山のほか、灯台や明治期の砲台跡もあり、散歩にうってつけなんだにゃ。ちなみに、日露戦争時の日本海海戦は沖ノ島近海で戦われたんだにゃ。中津の宮は港からすぐ近くだけど、島の反対側には沖津の宮遥拝殿があります。遥拝とは、つまり遠くから拝むということなんだにゃ。本土にある辺津の宮は、東郷駅と郷の港を結ぶバスがすぐ横を通るんだにゃ。辺津の宮の本殿は、天正6年1578年に大宮司宗像氏貞が再建したものです。また拝殿は、天正16年1588年に当時の筑前領主小早川隆景によって再建されたものです。神宝館は入館料800円とお高めですが、見て後悔することはないと思うんだにゃ。本当にお宝と思えるものが拝めます。皆さん、こんにちは。歴史好きの知ったかです。645年、大化の改新によって国分離政が敷かれると、全国に8つの新郡が設置され、宗像郡は九州では唯一の新郡として宗像大社の神廟に定められた。ほほう。して、あとの7つは？他はご覧の通り。このようにして宗像氏は神主として神社に奉仕するとともに、一軍の領主になったのである。天元2年979年、大宮司職が設けられ、宗像氏による権威体制が確立した。鎌倉時代になると、宗像大宮司家も次第に武士化し、時代に翻弄されながらも戦国時代末期まで勢力を維持し続けた。その宗像大宮司家最後の当主が宗像氏貞である。というわけで、今回はこの最後の宗像大宮司宗像氏貞の生涯を追っていきます。宗像氏貞は伝文14年1545年、第78代第77代という説もある大宮司宗像政氏の庶子として、周防国黒川で生まれた。宗像じゃないんだ。宗像氏は周防山口を本拠とする大名大内氏の北部九州進出後、その傘下に入り山口出仕を義務付けられていた。氏貞の父政氏は大宮司職を弟氏継に譲り、正室と娘の菊姫を宗像に残し山口に出仕した。
正氏は山口近郊の黒川郷を与えられ、黒川隆久と名乗っていた。そこで大内氏の重臣末春方の名誉第二夫人として迎え、氏貞を設けたのである。幼名は撫で寿丸、妹の色姫も母を同じくする。兄弟なのに似てないにゃ。制作上の都合にケチをつけるな。睡魔支援。撫で寿丸、幼少の頃、父正氏は死去していたが、天文20年1551年、末春方が大内義隆に対して謀反を起こした。いわゆる大明治の変である。また出た、末春方のクーデター。西日本社会にでかい衝撃と影響を与えた大事件だったんだよ。大内氏は当時全国的に見ても最大の大名だったしな。この際だから1551年大明治の変と覚えてしまえ。ちなみに本能寺の変は1582年だ。事件当時、大宮寺職は宇治継の実子で正氏の甥にあたる宇治尾が継いでいたが、宇治尾は主君大内義隆に準じて討ち死にしてしまった。宇治尾の死後、宗像支配を狙う末春方は、姪の子である撫で寿丸に大宮寺職と宗像氏の領地を継承させるべく宗像へ送った。しかし山口から送られてきた撫で寿丸の家督相続には反対する一派がいた。宇治尾の弟千代松、または未亡人の菊姫に婿を迎えて擁立しようとする一派である。確かに地元の人間からしてみれば、撫で寿丸はよそ者みたいなもんだにゃ。わしは山口の方から来たもんじゃがのう、とか言っちゃうんだろうか。そんなこと言いませんよ、7歳だし。時の権力者末春方の支援を受けた撫で寿丸派は、武力と謀略をもって反対派を切り崩していった。反対派の総帥格宇治継は彦山へ逃れたが、追っ手に討ち取られた。千代松は母に抱かれて身を隠したが、発見され母子ともども殺害された。菊姫は母と共に白山城の麓の山田館に残っていたが、彼女たちを守る家臣は懐柔されて次々に去り、4人の次女と女ばかり6人のところを襲撃され、全員亡き者にされた。ひどいにゃ、こいつは化けて出ますぜ。その後宗像家中で事件に関わった者たちが次々と怪死や変死したほか、数々の怪異が起き、殺害された者たちの怨念であるとささやかれたという。ある時、氏貞の妹色姫が母と一緒にすごろくに興じていた際、突然髪を振り乱し目を怒らせ母に噛みついたという。我はマッサージの妻なり、よくも私と娘を殺してくれたわね。たたりじゃ、いや山田村のたたりじゃ。それはすごろくで負けそうになって切れただけなんじゃねえの。話を聞いた人がおひれをつけたという。ちょっと、なんで私の負けなのよ。忖度しなさいよ。ちょ、おま、マジ？ことの真相は今となっては分かりようもないが、いずれにせよ山田館での惨劇は青年武将に成長した宗像氏貞の知るところとなった。彼は自分が幼い頃、自分の家督相続をめぐって血生臭い事件が起きたことを知って深く悲しんだ。彼は6人の女性の霊を鎮めるため6地蔵を刻んで増福院に安置するなど、当時の犠牲者の慰霊に努めた。